What's up, everybody? Welcome back to my channel. This is Aki. Today we are in Subanjaya. 今日はスバンジャヤっていうエリアに来ております。マレーシアではハンバーガーのお店が結構あるんですけど、その中でもラムリーバーガーっていうですね、マレーシアの国民的なハンバーガーがありまして、で僕もマレーシアに2年半住んでるんですけど、実はこれまだ食べたことないんですね。なんで今日はそのラムリーバーガーっていうのがどんなものなのか食べに行きたいと思います。リボンお腹空いてる？めっちゃ空いてるよ。 OK、 とりあえず1人1個頼もうか。チーズスペシャルバーガーにしようか。美味しそうだね。待って、ダブルスペシャルもあんじゃん。ダブルチーズスペシャルもあんじゃん。待って待って、今日お昼から何も食べてないから、ちょっと一番豪華なやつでいっちゃうわ。いや、これ私できるだけ飲んかん。サヤボレチャカバータマライブ。 OK、 好き好き。サトゥダブルチーズスペシャルバーガー。チキンビーフ。ビーフ。リボンは一番普通の食べてみたい。ラムリービーフバーガー。マカンタポ。マカン。あ、バニャポ。バニャ、バニャだ。いきます。オッケー、取り任せ。ラム。The Ramway Company was founded by Ramway B. Mokni in 1980 with the aim of developing a clean and good quality halal Western fast food chain in Malaysia.Ramway studied a business selling burgers with his wife from street food stalls in 1979. While working as a butcher in a market, he discovered that it is unknown whether most fresh meat sources were halal or not, leading to Ramway's decision to produce a halal certified meat source for all Muslim consumers in Malaysia.お腹すいたね。お腹すいてる。でもさ、私もラムリーって6年ぶりだよ。6年。6年。私ちっちゃい頃から食べてるんですけど、でも日本に行ってから、うん、日本はないから、マレーシアの味ない。日本にも結構ハンバーガー屋さんあるじゃん、うん、けどマレーシアのチリソース使ってるから、うん、味的は全然違います。日本はチリソースじゃなくてケチャップとか使うことが多いからな。だからマレーシア来てびっくりしたね最初。私日本に行った時にチリソースないことについてびっくりしました。逆か。逆。でもラムリーバーガーってなんでそんなにマレーシア人に愛されてるのかな。最初のバーガーじゃない？マレーシア、マレーシア、マレーシアで最初。え、違う、わからない、わからない。ダメダメダメ。私は確かに小さい頃から食べてるんですけど、ああ私の家の前にすぐあるから、お父さんがよく買ってくれてる。週末に家族と一緒にテレビ見たり遊んだりしたら絶対バーガー食べてる。ラムリーチーズスペシャルバーガー。こちらはラムリービーフバーガー、一番普通の。うわ、ジャンキーだな。いただきます。うまっ。めっちゃおいしい。うまっ。めちゃめちゃうまいじゃん。めっちゃうまいよ、うん、だって日本はこんな味ないよね。ない、そんな味ないわ。このお肉がちょっと特徴的な味がする、うん、胡椒いっぱい入ってるね。胡椒と塩、うん、めちゃくちゃうまい。私の方は卵とチーズ入ってないけど、これだけでもうまい。卵とチーズめっちゃ絡み合っててすっげえおいしい。幸せ、うん、これ夜食で食べたくなるわね。晩ご飯食べ終わってからちょっと2時間休憩してテレビ見ながらこれ食べたくなる。最高な味が。ちょっと待って、これ子供みたい。今いろんな具材が押し込まれててとにかく食べづらい。でもバーガーはそんなもんだよね。うん、初デートでラムリーバーガーはやめた方がいい。そう。本当に不健康、太る。この悪いレビューばっかり言ってる今。甘いね、普通のハンバーガーと比べて。チリがちょっと甘辛な感じ。うん、甘辛。ラムリーバーガーの特徴かな。多分このん、何もない。素晴らしい。次のお店行こう。うん、うん、え、本当に食べれるの？食べないの？次の店でまた食べるの？食べるよ。せーの、
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、ということで、まあ、1個目のバーガー食い終わったんで、ちょっと2軒目のバーガー来ちゃいました。 I'm looking for the best Ramly burger. Ramly is a normal burger. Our best custom patty is mushroom burger. Mushroom burger が有名で、 It has to be Ramly. Special cheeseburger is a cheese and egg. Yes. Okay, can you wrap the meat with the egg?Yeah. 僕が食べたかったのが YouTube で見たやつなんですけど、お肉が卵で包まれるようにしてくださいっていう風に言ったので、今回のねハンバーガーも楽しみです。ジャポンジャポンジャポン。2つ目のラムリーバーガー届きました。今回はね、バーガーをね、卵で包んでもらいました。まあ具材はさっきとあんまり変わんないね。本当にシンプルで。私はナゲットを食べます。いただきます。いただきます。うん、うまっ。卵で包んであるのいいわ、めっちゃ。うん。ありあり。おいでしもあり。どうですか？うまい。こっちの方がうまい。それはもうどっちもうまいよ。こっちの方がやっぱ甘いね。こっちはマヨネーズとチリソースとあとバーベキューソースで、さっきのやつはマヨネーズとチリソースだけ、うん、でこのバーベキューソースが結構甘いから、アキは多分バーガーの食べ方わからないね。苦手なんだ。まあうまければ何でもいいよ。そういえばイボンとコラボするの久しぶりだね。最近イボン動画投稿してないじゃん。どうしたの？That is a long grandmother story. No, 取られたよ、チャンネルを。I just realized it last week, but actually the Gmail was hacked like last 2 weeks, I guess. And my whole YouTube channel was gone, and my Gmail was gone, and I'm still trying to get in touch with YouTube team. And apparently, I have to wait for another week, and I'm not sure if I can get back the channel. If you doubt it, search Nikobon TV. There is no channel. Sunglasses up.楽しそう。おいしい。手洗いたい。アキ、マレーシアに来て何キロ太った？え、これ聞いていいの？15キロ増えました。本当？16かな。なんか最近また増えて、CMCO で。マレーシアに来て2年半経って16キロ。こんなん食べてたら太るよ。マレーシアの食べ物は美味しいんだけどね。炭水化物美味しい。調味料もガンガン使ってるから。ミルクティー飲みたい。飲みてー。で、こうなるからダメだ。太るんだよ、また。じゃあ、お腹いっぱいだったんで。まあ、マイロか。バブルティーでも飲んで帰りたいと思います。Alright, that's it for today's video. If you like this video, be sure to hit the like button and share it with your friends. And I'll see you guys very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye!